皆さんこんばんは。そしてメリークリスマス。今ご紹介をいただきました株式会社 SEC の代表を務めております永井でございます。今日は SEC プレゼントということでですね、クリスマススペシャルライブコンサート、本当にたくさんの方にご視聴いただきました。本当にありがとうございます。今日は株式会社 SEC がですね、皆さんにこの素敵なクリスマスナイトをですね、プレゼントしたいというふうに思います。まあ、今日はお越しの皆さんは大体観光客の方が多いでしょうかね。そういう意味で株式会社 SEC といっても何をしている会社なのかよくわからないと思いますけれども、株式会社 SEC というのは函館を本社にしてですね、この IT を事業として営んでいる会社でございます。どうぞよろしくお願いをいたします。実は私どもの会社がですね、このクリスマスファンタジーのですね、イベントにこういう形で、スポンサーになってからですね、今年でちょうど5回目になるんですね。で、5回目になるんですけれども、過去の5回を見ますとですね、非常に天気悪いんですね、実はですね。今日もちょっと雨模様なんですけれども、去年も一昨年も雨ということでですね、この時期は天候が不順ということもあるんでしょうけど、決して今日来ていただいている方々の行いが悪いということでは決してないと思うんですけれども、天気が悪いですね。1回目も暴風雨でありました。そういう意味で今日はまだ少しいい方だと思うんですけど、そういう意味で大いに楽しんでいただけるというふうに思います。一部はこの市内のですね、中学生、高校生の方々の合唱とですね、我が社のにわか合唱団ですね、 SEC のにわか合唱団とのコラボによるですね、これから恋人がサンタクロースですね、これを歌わせていただきます。先ほど練習やってるの聞きましたけれどもね、いい歌声だなって聞かせていただきましたから、多分いい合唱をですねしてくれるというふうに思います。でその後、点灯式があって、第2部の方はですね、皆さんご存知の岩崎良美さんに来ていただいてまして、これで、スペシャルライブのですね、コンサートをやっていただくという予定になってます。岩崎さんはタッチのね、アニメーションタッチの主題歌を歌って有名な方ですけれど、これレコード大賞の金賞を、取ってますから、非常にヒット曲をですね、歌っている方ですけれども、今日は岩崎さんね、昼はFM イルカのラジオの方に出演されたということでありますけれども、先ほど会社の方にね、表敬訪問ということで、来ていただきました。非常におしとやかでね、非常にテレビで見るよりもね、ずっと綺麗な方だなというふうに思いました。函館には何回も来ているそうでありまして、非常に好きな街だということをですね、言っておられまして、今日のコンサートもですね、寒いけれど大いに盛り上げていただけるという、こういうお話をされてましたから、皆さんも大いに一つ盛り上がっていただきたいと、こういうふうに思います。今日はどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。最後の曲は、今社長からもお話がありました、 SEC の社員の皆さんもステージの下で合唱に参加していただきます。どうぞ社員の皆様はお客様の方を向いていただきましょう。そしてお届けする曲は、恋人はサンタクロース。
待っててください。そして今回、合同の合唱団の皆様、そして SEC の社員の皆様ということで歌声をお届けいたしました。どうぞ会場の皆様、もう一度たくさんの拍手をお送りください。時間も近づいてきました。もう間もなくこの海の上に浮かぶ大きなツリーの点灯となります。そして綺麗にそのツリーが光り輝いた後は、皆さんお待ちかねの岩崎芳美さんがステージに登場しますので、楽しみですね。この後も皆さんとほんのひとときではありますけれども、一緒に楽しい時間、素敵な時間を過ごしていきたいと思っていますので、どうぞちょっとお天気の方降ったりやんだりという感じではありますけれども、お付き合いいただければというふうに思います。さあ、この函館クリスマスファンタジー、今年ももう何回も来てるんですよっていうお客様もいらっしゃるでしょう。そして今日初めてこのツリーの点灯を見るんですという方もきっといるんだろうなと思います。そしてまたこの地元函館だけではなく、地方からクリスマスファンタジーに来てくださった方々も会場にたくさんいるんだろうなと思います。ここで楽しんでいただいてますか。こんなに素敵な街なんです。どうぞこのクリスマスファンタジーを今年の素敵な思い出の一つに加えていただければ嬉しいなと心から思っています。海を渡ってこの会場にたどり着いた大きな大きなツリーが花火とともにということで、素晴らしい感動を今日今こうして会場においでくださっている皆様と一緒にその瞬間を迎えることになります。もう間もなくですので、もうちょっとだけ待っててくださいね。それにしても、まあ、空から降るものはありますが、でもいい夜空ではあるかなと思いますね。一層今日はこのクリスマスツリーも輝きを増してくれるんじゃないかなというふうに思います。クリスマスツリーが輝いた時はぜひ皆さんそれぞれの願いも託してください。ご自分の幸せでもいいし、お友達の幸せ、家族の幸せでも構いません。きっとその願いは叶うと思いますよ。まもなく伝統の時間を迎えますね。もうすぐ時間になってくると思います。ドキドキしますね。その瞬間、間もなくですので、もうちょっと待っててくださいね。
さあ、お待たせしました。ようやく鐘の音が聞こえてきました。それではいよいよクリスマスツリー点灯者の入場となります。どうぞ皆さん後方をご注目ください。これはまったりまったりみたいな。